スイフト軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9783人であり、2000年の11956人から18.2%減少した。軍庁所在地はベンソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。スイフト軍は1870年2月18日に設立され、 軍名は1863年にミネソタ州知事を務めたヘンリー・アドニラム・スウィフトにちなんで名付けられた。州の西部中央に位置し、面積は757平方マイル、産業7列の軍区に分けられている。軍庁舎は1897年に建設され、1976年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ベンソン氏が軍庁所在地である。 鉄道がベンソン市の中央を通り、中心街と公園は鉄道の両側にある。先住インディアンは年金の配給遅れなどで何度も飢え死にしそうになり、政府に対する不満が募っていた。1862年8月、州内でインディアンの反乱が起きた。スウィフト軍の北東部では戦闘状態になろうとしていた。同年九月下旬までに戦争はほぼ終わっていたが、 開拓者が軍内に戻ってきたのは、あらゆる危険性がなくなったと判断できた1865年になってからだった。初期の開拓者には、スカンディナビア系とドイツ系移民が圧倒的に多かった。その多くは、南北戦争の帰還兵として、栄誉と特権を得た。1869年、セントポールパシフィック鉄道がウィルマーを通り、翌年にはベンソンまで伸びた。 この鉄道会社が約8マイル間隔で将来の公益拠点とする場所を決めた。それが現在のカーク方ン、デグラフ、ベンソン、各市とランドールの町になった。スウィフト軍の歴史的建物としてアップルトン市にゲッセマネーエピスコパル教会がある。1879年に建設され、2011年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は752.35平方マイルであり、このうち陸地743.53平方マイル、水域は8.82平方マイルで、水域率は1.17%である。スウィフト軍は主に農業社会である。広大、平坦、単調な土地が広がり、森林もない。農業以外には、 農業機械製造業、エタノール燃料製造プラント、及び七面鳥のゴミを燃やして、電力を作るフィブロミンプラントがある。群内には24の湖がある。オリバー湖が面積416エーカーで最大である。絶好の釣り場でもある。河川は9つある。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。